西九州大学は、佐賀県神崎市神崎町尾崎4490の旧日本道区日本の私立大学である。1968年に設置された。大学の略称は西九、西九大。長原松代によって、明日ナローという言葉に込められた教育理念をもとに開校された。当時、 戦後の食糧事情は混乱していたため、良い食事、栄養環境のための人材育成のため開校したと言われている。その後、健康と福祉の人材育成に幅広く対応していくために、社会福祉学科を増設し、地域社会に貢献、寄与できる人材の育成をしてきた。学生数は1200人程度と少ない。近年では、学部や、 大学院の臨床心理コースが人気があるが、学校教育や女性論、高齢者福祉などの分野で著名な教員がいるため、大学院では多くの現職の福祉従事者や中学校、高等学校の教職員が、福祉教育、家庭科教育になどついて研究するために在学している。 社会福祉学科の開設は1974年で、九州内の社会福祉を学ぶ大学では最も伝統がある。よって、九州、山口地区のベテランのソーシャルワーカーや社会福祉施設等で役職レベルとして活躍している者には、当学科の出身者が多い。社会福祉学科卒業生は就職は、福岡県内を中心に、医療、 福祉関係に多く就職している。近年は大学院進学者も多い。また、特別支援学校の教員になる者もいる。健康栄養学科は、現役での国家試験合格率を、福岡市の中村学園大学と競っている。大学院の生活支援科学、研究科臨床心理学専攻は、日本臨床心理士会に認定され、第一種指定大学院とされている。 2018年に、佐賀県小木市に、県内の私立大学発の看護学部が設置された、アスナロの由来について、アスナロとは、明日はヒノキになるうの意。明日は、ヒノキのように、大地に根を、下ろし、帝帝とそびえ、福育と香りを放つ大木になろうという、努力精霊を象徴する木。見学の精神大学が設立された際、長原松代により、 見学の精神が定められた。現在でも、西九州大学学則第一条に、見学の精神と同様の文言が規定されている。基本構想、見学の精神に基づき、参加条の、基本構想が制定されている。この基本構想では、主として、人材育成に関する大学の理念を示したもので、ある。短期大学部と併設の佐賀キャンパス学部、 大学院短期大学部男女比が2、3のため、全体的に、スポーツ系サークルは盛んではない。また、福祉系の大学らしく文化系サークルの9割が、ボランティア系のサークルである。2010年に出場した、全国学生難式野球選手権大会では、愛知大学とヨハ志校舎に勝ち、念願の全国大会初勝利を収めた。神崎キャンパス大学本部である、 神崎キャンパスは、施設が山の斜面に立っており、頂上から、テニス場、弓道場、グラウンド、体育館、校舎、図書館、駐車場、バス乗り場と並んでいる。リハビリテーション学部校舎からは、佐賀平野を一望でき、設備もスポーツ選手のリハビリに使用する機器や、基礎研究の設備、陶芸実習室など、最新の設備が充実している。周辺は、 公共交通機関が整っていないが、JR 神崎駅より頻繁に大学の送迎バースが出ている。とはいえ、特定の時間帯においてはバスに異常な数の学生が乗り込む光景も見られる。周辺には、日野愛山、日野熊公園、吉野狩遺跡などがあり、緑豊かで静かな環境である。佐賀キャンパス西九州大学短期大学部に併設されている。 田フセ川の下半に近く、周辺は桜の名所として知られている。小木キャンパス1号館は、小木公民館を改築する形で2号館及び3号館は、新築された。周りには、高校や小学校などがあり、学園都市化している。学生は、佐賀県内は、もちろん、特に、福岡県からの通学者が多い。久留米市や福岡市内からも、 通学可能な場所にあり、大規模な駐車場も完備しているため自家用車通学も多い。以前は東京や大阪など遠方からの学生もある程度いたが、近年社会福祉系大学が全国各地に開校されたため、最近は少数になってきている。自宅外通学の学生は利便性の良い神崎駅近くのアパートに住むケースが、 多く、大学周辺に住む学生より多くなっている。昔ながらのまかない付きの下宿は少なくなってきており、大学の指定料として、小屋なぎそう、学友料、民間の池田料があるくらいである。日本国内日本国外海外協定校。ありがとうございます。